MLB、マーリンズ・エンゼルス、7月5日、日本時間6日、マイアミ・エンゼルスの大谷翔平投手が、3番、DH で、先発出場。2点を追う7回。2塁からの、タッチアップで、美走塁を披露した。土の上とは思えない。ツルツルの氷の上を滑るような、美麗なスライディングに。ファンは、綺麗なスライディング、ナイス走塁。の声が上がった。美しい走塁が、見る者の目を奪った。2点を追う7回無失1塁で、迎えた第3打席で、大谷翔平は先発の右腕アルカンタラと対戦し、ピッチャーゴロに倒れたが、二塁封殺で一塁に残った。続くウォードの二球目で、今季9個目の盗塁に成功し進塁した。さらに4球目のセンターフライで、大谷翔平は二塁からタッチアップ。大きなストライドから一気に加速すると、三塁ベースの手前からスライディングで三塁に到達した。全く減速することなく長い足を滑り込ませる様子は、まるで土壌とは思えない滑らかさ。ツルツルの氷の上を滑るような美麗なスライディングは、思わずファンもうっとり、綺麗なスライディング、ナイス走塁、ナイスと賛辞のコメントが多数上がっていた。大谷翔平。打てないエンゼルス5戦、連続2桁三振食らう、8回終了時点で2安打、無得点マイ大リーグマーリンズ、エンゼルス、5日、マイアミローエンゼルスが、またしても2桁三振を喫した。8回終了時点で2安打無得点に抑え込まれ、2点のリードを許している。6月29日、日本時間30日の本拠地、ホワイトソックス戦で10三振を喫したエンゼルス。1から3日、2から4日のアストロズ3連戦では、16、12、20三振。頻打に泣いて3戦8安打4得点止まりで3連敗を喫した。1日の休養日を挟んで、この日の敵地、マーリンズ戦では、6月に月間 MVP に輝いたアルカンタラが先発。今季は試合前の時点で8勝3敗。防御率 1.95 と絶好調右腕を攻めあぐねた。初回にビラー、トラウトが連続三振を喫すると、3回にはスタッシ、マーシュ、ベラスケスが3者連続三振。5回にシデレンヒーホが不全安打を放つまでは完全投球を許して一人の走者も出すことができなかった。大谷翔平は7回の3打席目までで3ゴロ。3ゴロ。投げゴロの3打数無安打に倒れている。大谷翔平の同僚投手。大乱闘で見せたひまわりの種投げが T シャツか欲しい W、めっちゃ笑顔。と、ファンが反応。エンゼルスの大谷翔平投手が3番 DH で先発出場した試合で、クローザーのイグレシアスの顔がプリントされた T シャツが中継映像で紹介され、ファンの間で欲しい W、めっちゃ笑顔。と話題になった。エンゼルスではたびたび、チームワークを高める狙いからか選手をイメージした T シャツを作り、選手や
チームスタッフが着るというシーンが見られている。大谷翔平の T シャツも作られたが、この時アイデアを出したのがイグレシアスでもあった。黒地の T シャツにイグレシアスが満面の笑みでプリントされているが、手に持っているのはひまわりの種。背中にも I love sunflower seeds、 ひまわりの種が大好きですという文字が見える。これは6月26日日本時間27日のマリナーズ戦で、両軍8人が退場となる大乱闘が元ネタ。最近のメジャーリーグでも珍しいような手や足が出る乱闘になると、イグレシアスはグラウンド内に食べ物を投げ入れ退場。ベンチ内でも大荒れとなった。この時に袋ごと大量に投げ込んだのがひまわりの種だった。各種メディアでも何度も取り上げられたシーンだったが、チーム内ではすっかりネタ化された模様で、イグレシアスがひまわりの種が嫌いなのではなく、むしろ大好きなのだとアピールするようなデザイン。ファンからも、この T シャツ欲しい、W、シャツになっちゃった W、めっちゃ笑顔、といった感想が寄せられていた。ひまわりの種は、メジャーリーグの選手がベンチ内で食べるものとして長く親しまれている。